ピッカーン。いや、皆さんこんにちは、つるいです。というわけで皆さん、今日はですね、とあるサイトのね、ご紹介でございます。今日紹介するサイトはブルル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 ルスタンプ取り放題です。スタンプ取り放題って何？説明いたしましょう。スタンプ取り放題とは、アプリをダウンロードすることによってポイントが貯まって LINE で有料販売されてるスタンプがなんか無料でもらえるやつです。まあつべこべ言わずにね、早速やっていきましょう。はい、というわけでこちらがですね、スタンプ取り放題の画面でございます。ログイン新規登録、どっちにしようかな。ログインにしようかな、新規登録にしようかな。迷う。新規登録ボディ、こちら iOS の方はミアドで登録して、 Android の方はアプリを取っていただくとできます。というわけでちょっとね、登録を完了いたしました。というわけでね、ちょっとやってね、登録が完了いたしました。これがスタンプ取り放題の画面ですね。稼ぐ、交換、マイページ、インフォ。まずはね、稼がなきゃね。というわけで稼いでくるので、稼ぎ終わった俺にね、返信します。そうね、バーン。はい、というわけでね、ポイントがたまりました。え、昨日の夜中にポイント貯め始めて、今日の朝ポイントが貯まりました。ほいじゃあ早速ね、スタンプ交換していきましょう。まずは交換ですね。交換、有料スタンプと交換する、クリエイタースタンプと交換する。今僕は500ポイントあるんで、クリエイターズスタンプと交換します。スタンプを選択してください。僕はですね、瀬戸康史さんのプーンスタンプが欲しいんで、プーンと検索したらありました。こちらを選択します。決定、申請します。ステップ2、スタンプ受け取り準備。友達追加、このアカウントからスタンプをプレゼントします。友達を追加したらプレゼントが来るらしいです。じゃあ追加します。スタンプ交換ブルー追加、ポチョン。ステップ3、ステップ2で友達登録したアカウントに申請コードを送信してください。送信します。ポ、送信しました。これであとはスタンプが届くのを待つだけです。それじゃね、待ちます。はい、というわけでね、スタンプが届きました。それじゃね、早速プレゼント開けていきましょう。結構すぐにね、プレゼント届いたんで、お、ご希望通りのプーンスタンプダウンロードしましょう。やったぜ。おお、すごい、ちゃんと使えますね。正真正銘のこれが LINE スタンプです。これ、あ、素晴らしい。これスタンプ欲しい人必見ですよ。というわけでですね、今回はスタンプ取り放題の紹介をしたわけなんですが、なんとね、今お得なキャンペーンやってるんですよ。スタートキャンペーンっていうのをね、実施してまして、公式スタンプと交換するのが通常1000ポイントなんですけど、今は公式スタンプと交換するのが通常1000ポイントなんですけど、今は800ポイントで交換できます。クリエイターズスタンプは通常600ポイントを500ポイントで交換できます。そしてですね、ログインポイントがアップしております。毎日ログインするだけで10ポイントももらえちゃいます。10日間ログインすると100ポイントになるぜ。そしてまだある、なんと紹介ポイントが100ポイントももらえちゃいます。皆さんいっぱいね、友達を紹介して、自分も友達もいっぱいね、じゃんじゃんね、スタンプを取っていきましょう。紹介した人も得するし、紹介された人も得するので、お互いね、有利でございます。あ、ちなみに俺の紹介コード概要欄に貼ってあるんで、よかったら打ってください、お願いします。というわけで皆さんもね、頑張って500ポイント貯めて、俺の LINE スタンプ買っちゃってください。それでは皆さん、デイ。